Me too. No! Hey guys, welcome back to my channel. It's your girl Hapra. Guys, thank you very much for coming back for a new video. If you're new here, please don't forget to subscribe, like this video, and if you're always here, you know how we do it, guys. So today I bring you another interview. So I'm, as you know, I'm from Uganda. And in Uganda, we speak so many languages, okay? I speak English, I speak Japanese, I speak so many languages. I speak Luganda too. So I was trying to ask, like, how many languages do some of these Japanese people speak? So today I'm going to the streets to ask Japanese people, besides Japanese, which other language do they speak? And if they speak any other language, I want to ask which language or which language are they interested in speaking. So guys, stay tuned and let's have fun. Let's go. 日本語以外の言葉は何語喋りますか？日本語以外喋れない。喋れない？もしなんか日本語じゃないと何語喋りたい？何語勉強したい？英語とかね。英語？英語。なんか英語で何でも喋ってみて。はい、ハロー以外。ナイスミーチュー。ナイスとミーチュー。Thank you。ありがとうございます。どう、はい、はい、時間ありがとうございます。はい、そう、今日の質問は、あ、日本語以外何語喋りますか？と日本語だけ。日本語だけ。はい、OK。もし、あ、日本語じゃないと違うの言葉が何語喋りたい？まあ一番は英語かなと。OK。英語でなんか一個の単語で、はい。ジャパン？うん、英語で。英語？うん。何でもいい。ハロー以外。じゃあ、How are you? How are you? I'm fine. How are you? Me too. ありがとうございます。今日時間ありがとうございます。So, 今日の質問は、はい、日本語以外の何語喋りますか？んー、ちょっと日本語だけしか喋れないですね。オッケー、じゃあ何語喋りたいですか？やっぱり一応英語はちょっと使えるようになりたいかなーって、ね、まあちょっとアメリカとかイギリスで英語は種類違うけど、とりあえず英語全般はちょっと喋りたいなーとはちょっと思います、ね。海外とか行ったことありますか？行ったことがないですよ。行ったことない。オッケー、じゃあ一つの単語とか英語で言ってくれる。ハロー以外。Do you likeJapanese food? Yes, I love Japanese food. ありがとうございます。Thank you. 今日時間ありがとうございます。So, 今日の質問は、なんか日本語以外は何語喋りますか？英語と、はい、韓国語、本当にちょっとですけど。すごいインターナショナルじゃん。いや、全然、でも何か仕事で話せるようなレベルではなくて、もう単純に好きで。Oh, wow. じゃあ英語と韓国語以外の言葉何語勉強したい？ドイツ語とか。ドイツ語？私はスパニッシュなんですけど。あ、そうなんですか。スペイン語っていうことですね。Oh, スペイン語、yes。 あ、素敵だなと思います。ドイツ語勉強したい。なんか大学の時に少しだけそういうクラスがあったので。ドイツ語？はい、わー、ドイツ語で一言言える？忘れちゃったな。私も全然わかんないから勉強したい。何だったっけな、マイナメイズユリカ。マイナメ？マイネームイズユリカで、ドイツ語でじゃなかったかな、ユリカとかだったと思う。そんな感じ。あ、大丈夫、ありがとうございます。今日の質問は、なんか日本語以外何語喋りますか？英語を少し話せると思います。例えば英語じゃないと何語勉強したいんですか？英語じゃなかったら、中国語かな。あ、中国語？どうして？第二外国語だから。多分英語の次に、あ、中国語？人口が多いかな。あ、そうですね。あ、actually that's true. OK。あ、で、中国語でなんか一言言えますか？はい、ニハオ以外。ドイブーチー。ドイブーチー。ドイブーチー、それはどういう意味？ごめんなさいという。Oh my god、聞いたことない。
私はね、中国語勉強したんですけど、はい、もう全然ずいぶん中分かんなかったら、ちょっともう I'm so embarrassed OK、ありがとうございます。いやいや、今日の質問は、日本語以外何語喋りますか？日本語だけ日本語だけ、 OK、 that's nice、 で、日本語じゃ以外何語を勉強したいんですか？韓国語。韓国語、どうして？韓国好き。韓国好き。 K-POP、 K-POP 好き。 OK、 K-POP の中で何が一番好き？ TWICE。 TWICE。 イラジュナは TWICE してますか？Oh my god、 嘘。 K-POP 全然。マジ BTS BTS がしてます。 Oh wow、 OK、 じゃあ韓国語で一言言ってもらえる？なんだっけな、やべえ。ミヤネオ。ミヤネオ。ミヤネオ。どういう意味それ？ごめんなさい。Oh my god、 すごいインターナショナル。ミヤネオ。なんだっけな、ドワイスしちゃった。TWICE でもう一言も言えない。出てこない。出てこない。大丈夫、大丈夫。OK、ありがとうございます。ありがとう。はい、今日時間ありがとうございます。そう、今日の質問は、日本語以外何語喋りますか？あ、私ですか。うん、はい。日本語だけですね。日本語だけ？あ、OK。で、あ、何語例えば勉強したいんですか？今大学生なんですけど、はい、勉強してるのが英語と中国語とスペイン語。Oh my god。じゃあ、language。そうですね、言語なんですけど、でもあんまり、うん、あんまり何が一番簡単？何が一番、中国語の方が簡単？そうですね。本当、一番難しいのは？一番難しいのはやっぱ英語。英語？英語、やっぱり英語難しいですよね。あー、OK。中国語で、あー、何か一言言ってもらえる？大丈夫、大丈夫、何でもいい。ニハオ以外。ニハオ以外？いや、はい。ニハオ以外？はい。シェシェ。シェシェ以外、シェシェ以外、簡単すぎ。ニハオ、シェシェ以外？うん。何？ブクチ？ブク、あ、ブクチ、You're welcome。例えば、どういたしまして。I still remember my Chinese. At least I remember book to you. 私は中国語を勉強したことあるから。そう、それは覚えてます。OK。ありがとうございます、今日は。ありがとうございます。私の質問は、日本語以外何語喋りますか？日本語、英語とスペイン語少し。Oh, wow.Really? すごいね。喋るのは嫌だ。恥ずかしい、恥ずかしい。No, no, no. You got this. You can do it. Okay, so is there any other language you want to learn? 中国語も少し、Chinese。喋れる？少し、ちょっと名前言えるぐらい。ああ、okay。はい。で、何語を勉強したいんですか？もうスペイン語をもうちょっと、上手になりたい。はい。Oh, okay, I see。中国語で、な、一言言って、言ってくれる。ニハオ以外、あとシェシェ以外。ニハオとシェシェじゃない。あとボクチもじゃない。オロシュルビンデン。Wait, one more time, can you say it? One more time? オロシュルビンデン。あ、OK。合ってる。合ってる。What is that? What does that mean? I'm Japanese. Oh, I was like, I think that means something. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. 今日の質問は、なんか日本語以外何語喋りますか？ここにちょこっとやってる英語がほんの少しとは、なんだっけ、モンゴル語。モンゴル語？はい、本当に少しだけ。オッケー。で、それだけですね、多分。ああ、オッケー。モンゴル語以外、何語を勉強したいんですか？ああ、後々は、フランス語とかね。ああ、フランス語？ああ、興味がある。はい。オーナイス。フランス語、なんか一言言えますか？ボンジュー？オッケー、ボンジュー以外、ボンジュー以外。わかんないですね。わかんないです、ね。わかんない。OK, OK, 大丈夫。私もフランス語全然喋らないから大丈夫。OK, thank you. ありがとうございます。今日の質問は、日本語以外、何語喋りますか？学校でやってるのが、英語と中国語が、まあ、ちょっとだけ。ちょっとだけ？ああ、すごいね。で、例えば、その2つ以外、何語勉強したいんですか？ロシア語。ロシア語 Oh my god! 初めて聞いた。今ちょっと言いにくいですけど。ロシア語言いにくい。あ、No, 大丈夫。But, どうして？やっぱり戦争とかで、なんかこう、ロシア自体が悪く見られがちだから、
Oh, wow. 難しいかな。そう、なんか難しそう、ロシア語。ロシア語は、アルファベットと似てるけど違うから、頭がこんがらがりそう。わー、wow, すごいね。OK、じゃあロシア語なんか一言が言える？The last beach. Oh, it's what does that mean? What does that mean? Hello. Hello. あった気がする。OK, OK. じゃあもう一度言って。Okay, thank you very much. ありがとうございます。Guys, so what did you think about this video? If you enjoyed it, please don't forget to like, okay? Because it helps a lot. And also, don't forget to tell me in the comments below how many languages you speak, because we out here trying to practice and pushing all the languages, okay? So tell me how many languages you speak and which languages you speak.And now I need to improve my Chinese, guys. So please don't forget to subscribe, like this video, and go watch my other video. And until next time, bye.